上と下はまあとりあえず上から調べようかな,なんかだいたいこういうのは地下にありそうだしああほんといっぱい出るなまず1位ケー強いね本当にいったああ一応爆弾なのかあれがほんとに結構つらいですね化け物の呼び出すのに長けてんだな本当にだって上の階は何だこれ 不思議な像があるけど、これは特に調べられないんだ。なんだろうな。多いのってことはハッサーだよな。呼び出そうとしたら。おえ大なばら。一度は引かれたこともあったかなるほどね。でも2回、こんなもんだな、一応。俺の見逃しがあるかもしれんけど。じゃあ、地下行こうか。地下も地下で出るんだろうな。でっかい魔法人。<noise> うわーお前かー。<noise> <noise> オッケー 強いね、ほんとこいつ。ああ、でもなんか、一…ち、ん今お前銃つけつけとしたな。なんか普通に今頭に拳銃自殺しようとした格好したな。よし。残りは拾っといて。え一応なんかこれ使ったらあったな。んどこ行こうとしてる地下か。あ、まあ、これがあるよってぐらいか。はーい。まあ、そりゃ地下2階はあると思っていて、俺も。すーげえ精神汚染だな。これはなーにいっぱーい。 アルコール7ってすごいな。とりあえずこんなもんか。ここはあ、一応メディキット。で、ここの魔法人は特に調べられない。じゃ、本命の地下2階かな何があるんだいるのかそもそも。テーブル入った。あー、封印の台座っぽいもんあるな。そして新たな紋章。何これこれは何だ石あ一応見れるわ。どこだ見られるの。ここか。えあー、ダメだ。またか。 何これ何この石そんな野ばそうな石なんだな。あ本がある。儀式の記録。候補者8番。リンダ・ブレナン。失敗。夢見る者の種の抽出は成功したが、印象で封じ続けるができなかった。印象を続けなければ、誰もこの泥に耐えられるはずはない。9番。ジュディ・エネス。呪いから解放そができたが、制御とができない。何かが足りない。10番。ゴードン・スミス。またしても失敗だ。深き者どもの金ではだめだった。金かな。 何か別の正体は一だ。より一層と共有なのか。ありがとどう遅かった。しかし、彼女が最後のために持ち味じゃなかった。まだもう一人存在する。あ、どう候補者なんだ。だからあんなに執着してたんだ。で、これ鍵ダゴンの目。前にも見たことある。え、俺、それがダゴンの目って知らないんだけど。何してんので、ここらへん。ブラックトレーダー。儀式の場所だったってもおかしくない。道具も揃っているな。なるほどね。うん、この文章なんだろうあ,あったわ。でー、で何をあ 遺体暗中というか埋めてんのかこれ、どう教授これは最近のものだな。どう教授を埋めたのかじゃあ。あ、ここしできる。で、まず一番やつのは墓。何度試して、選ばれし者はもういない。探し続けなければ。どうなんだろうな。何か目的があってやってるんだけど、それが善の子を行うか悪の子はわからない。そう、今々しい。もっと強力な装置が必要だ。クティゴン・ラールに触れた何かか。触れた何か。 これ、ゴードン、こっちだ。病の治療ができる。ああ、そうやって嘘ついたんだ。まあ、普通に、こう、1、2、3やな。はい、成功。エヴァーノートは男に激式を行ったが、男はその形で死んだ。エヴァーノートは男を埋めて、もっと強力な商店を探しに出ていった。焦点って何よお結論。一応、宮殿の手がかりは、えー、悪夢に封印はエヴァーノートが持つ。といか、クティゴンナールの焦点っていうのはこれか。 改善した儀式。クティゴンダルの封印があれば成功するとエヴァノートを発見した。封印は今彼が持ってるけど。あ、あった。墓。地を招くエヴァーノートの儀式。エヴァーノートと言うのは何にしよう。彼の神秘を掘るよう生,生き残ったままにやると。で、これはいっぱいにする運命にあるか。何これまあでもどっちでもあるよな。助かる可能性はなきにしもあらずなんだけどな。まあ一応助かる可能性もあるしなぁと思ってやりましょうかね。さてと、ダゴンの鍵というのをゲットしたのはおそらくここじゃないかなと思ったけど。 ビンゴー。おンと手紙か紙あ、これ写真だ。見えない。わー、ダゴンだな海に来たれ。親愛なる一族へ。我が息子、エヴァーノートが、偽の救世者と分かったその日から、この日が来ることは分かっていた。また、周期も終わりに近いとき、これ以上先に伸ばせなきゃいけない。ブラックと缶詰工場に次い、この町から脱出しようじゃないか。当局の注意を引いてはいけない。また、外部のものにもつけられてはいけない。 この哀れな町での最後の日はおを、そして海へ来され、所有物は全て置いていくのだ。深海のあるをもとに達すれば必要以上の恩恵に預かるだろう。と言って、あれか、海に帰っていたのか、これ。えこれはイオニア・ブラックウッドアの手紙。深夜にあるイオニアへ。十分に注意を張り、この問題を調べてみました。ですが、非常に残念なことに、あなたは結論を急ぎすぎるです。レバーノートは善というような性能で、神秘的な魔術的才能にもいかれています。が、 彼が選ばれし者だと示すものは何もなく、夢見るものの種も持っていません。気持ちはわかりますが、彼に対して厳しい気かもしれないのに、エバーノートは運命に備えて生涯を強いてきました。選ばれし者でなかったと知る時には、助言が必要なのでしょう。EOD によることをお勧めします。私は彼の中に説教者の素質を認めます。説教者だと、普通に怒るための説教なのかなそれとも、教えを解くっていうような説教者かなそれではポーシャ、放射シュ。誰これはうわー、すごい。さっき気づかんかったけどな、これ。気せいかそれとも、本当にこっち見てるのか ラゴンだなで、治療今んとこ全部外れたな。じゃあ、えっと、ブラックと缶詰工場行けばいいのかなこれってもどこだろうなブラックと缶詰工場って。あれかな場所わかんないし、一旦治療室かどっかで。あ、でもあれだな。全部のヒント得てねえや。待ってよ。じゃあまだなんかあるな。んなんか地下にまだあるあ、飛んでる。こっから飛んでるってことは、移動してんのかで、どこお、なになにこの石像ってやつが。 一局これあるんだ。すげえなんか心臓を払っているように見えるけど。お、封印だったのかなすげえ産地削るんなこと。ブラックウッドの人気。上げたかどもが突き上がり、私の定着にまで先にいた。強固な防御は施こたる。それは確かだ,だが数では下回るだろう。何より、奴らは身を引かない。大いの王の手下どもは必ずそうなのだ。リードしよう。 あなたが私を探していることは存じている。えー、あなたの真実はお会いした人に分かっていた。だが、王位の王の手下とも,もそれを確信している。この人が敵の手に落ちる可能性もあるので、王をここに示すことはできない。しかし、探偵としてのあなたの才能を持てすれば、突き止められると信じている。私は急いで巡礼のチームが、クティゴンになるの封印を持っている。ああ、でもチャールズ・リードの俺のこと分かってんだな。あ、すべての証拠を取ったと。徹底的に紹介しようよ。これも預かっとこう。なるほどね。なんかすごい味方寄りっぽいな。 ダメなんかな一応、エヴァーノートの儀式。巡礼の地。あった。缶詰工場探し。エヴァーノート・ブラックと逃げたが、どこに向かったのかは変だわ。そする。ここに何のか、巡礼に出た。一族全員の脱出場所で、ブラックウッド缶詰工場。工場はブラックと一族が大物を食べたその日がそたでああ、海に近い港湾地区と一緒じゃなかった。なるほど。港湾地区ね。これてっきり市役所がどっかでまた調べるのかなと思ったけど、違うのかなわからんから、一旦市役所行ってみよう。見つかるかもしれんしね。 これで見つからんかったら、このグリムヘイブン湾のどっかにあるのかなまあ、普通にもしくはこっちのサルベーション港にあるかもしれんけど。あーって、市役所、新参者邪魔するんじゃないよー。ごめんなさい。ずっと新参者だなぁ。あるんかなえー、でも一応このマークついてることあるな。企業かな年月が19世紀とかかなぁ。大湾地区ってことはグリムヘイブン湾とかかなあ、ビンゴ、早っ。なんか最近調べるののたなことに。ブラックとマーシュ缶詰工場。 あ、マーシュってあったな、さっき。イオニア、ラグッド、オルダース、マーシュ。うん。クリームヘイブマン中央か。ナンタケット通り、フィッツ・オカラハン。フィッツ・オカラハンじゃある。まあ、行きますか。あ、フィリッツ・マカラハン通りと、ナンタケット通り。え、これもしかして、こんなデカデカとしたやつもしかして。行ってみようか。これもしかして、前々から目の前にあったような、オガ缶詰工場なのかこんな雰囲気しないけどな。あ、ブラックとマーシュだ。カンリングファクトリー、ここでは、なんかいる。 ブラックとッド回し工場。あんた、誰だ今一緒銃を持ってた。今度ばかりは最初に着いたと思ったんだからこんにちは、リトさん。こんなに早く来るとは思ってなかったよ。あ、分かってた俺のこと。あんた、知り合いだったか俺はちょっと傷つくな。多いのはこの町のことは何でもしている。あなたのこともね、敵味方ブラックウッドの協力者なのかなあ、飛ばしちゃった。片付けたのがまた後から持ってきたらいいかいやいや、ちょっと無様まなところを見られたけど、あんたが来る前に。 うおずラのマヌケロを始末するはずだったんだ。逃げられたつい最近、重要なものを残したさ。あんたがそれを確実に取り戻せるように、僕たちはここにいる。ああ、なるほどね。取り戻せるってことはもう一回失ったの。封印か。その通り、頭が完全に行かれる前に見つけなきゃ、他の選ばれし者に二の前なのが落ちた。うん。選ばれし者を発狂したのか最終的に選ばれし者はみんな気にかふれちまった。あんたも急いだ方がいいですぜ。あんたにも気がつってるし、聞いた話からさすに、あんたにももうその気がわってうん。 なんで助けてくれるんだ俺を助けることが何の通りなんだ俺は言われたことをやりだくさオスはそこのところはっきりしている。オス。誰のことだブラックウッドだろインパイない。無事全てが俺れば彼の方から会いに来るよ。 うんじゃ、どうすればいいのよ。なんか問題あるかいや、何も。あんたはもうここにいるわけだし、やるべきことをやってくれ。僕たちのことを放っておいてくれると、ありがたい。エヴァローとブラックウッドが現れたら、今度こそ始末するよ。心配よらない。あれあれこれ、こいつらてっきりブラックウッドの味方かなと思ったけど、敵なのかどうぞ鍵ぎ回ってください。やっぱ銃持ってんな。そうリードさん、俺らがついてる。どっちだ、ブラックウッド。心配するな。見張っている。怪物呼ぶすびあるからな、ブラックウッドは。どっちなんだろう。信用していいのかはいけないのか、味方か敵か。 飯うっ、いいすの誰もからずなかったのかでもなんか肉みたいな久しぶりだな。あ、だごぞめ。アイギの途中で出ていったみたいだぞ。なるほどね。これはあ、いいブラックって、ブラック様、寛大な寄付をしていただき、誠にありがとうございます。お送りいただいた魚の完全は非常にたつかむです。最近起きている、同一の幻覚症状を持つ患者たちに関するあなたの要求についてお伝えします。患者のプライバシーは極めて重要なことですが、あなたのな支援者に何らかの便宜を図ることは可能です。準備ができてご連絡を下げます。ところで、 どうしてもお尋ねしたいんですかこの件にどのような関心がおわりなのでしょうか石パーマー。パーマーか。あそこの病院の医者だな、多分もう名前忘れたけど。じゃあ、あちかはこの部屋はなんだあかねえわ。あれじゃあどうすんだあっ、こんなとこにあるんかい。封印隠すのがうまいな。お鍵とゲット、工場の鍵。あっ、ここにもあった。これは油っことだ。運がいい。 逃げる前に調査記録を残していた。選ばれし者の居場所はこ,こかうか。こうかって言われてもな。一応記憶の宮殿。選ばれし者の監視。ああ、選ばれし者たちの監視を行っていたと。あった。もう危険な巨をかね。エヴァノートは偉大な仕組みは約束されていたが、それは否定された。彼は選ばれし者になるというもうそこに取りつかれていると。あ,あ、監視。乗れたかエヴァノート。エヴァノートブラックとは呪いを、種を持つ呪いを解放されたし、理由は差がないと。え、これか。 アネが俺を狂わせる。早く種をどうにかしないと、他の選ばれしもらったと同じように俺も狂ってしまうと。これはエヴァーノートが俺の呪いをとく。呪いから、ああエヴァーノートは呪われてもらうから呪いを解く儀式を見つかると。うんなるほどね。じゃあ逆にこうすると、呪いとこを見つかるが、これまでの感情を見出しにいる。呪いは俺だけの重りだし、エヴァーノートから不意を取りますからと。え、どっちなんだろう一応解いてほしいけどな。一応解いてもらう。 側にやってるけど、さっきの鍵はじゃあ下あお、開いたわ。